千葉恵子とは、日本の弁護士、政治家、参議院議員、日本社会党副書記長、社会民主党副党首、民主党総務委員長、法務大臣などを歴任、極日大受賞受賞、横浜国立大学学芸学部附属横浜中学校、東京学芸大学附属高等学校を経て、1971年、中央大学法学部を卒業、 1982年、弁護士登録、横浜弁護士会に所属。弁護士時代の活動としては、有名な訴訟として、厚木基地爆音訴訟、藤見山婦人科病院事件、宇都宮病院事件などがある。弁護士活動を通じて日本社会党と関係が生まれ、所属していた弁護士事務所長からの進めもあり、1986年、 第14回参議院議員通常選挙に日本婦人会議神奈川県本部の支援を受け、社会党公認で神奈川県選挙区から立候補し初当選。社会党副書記長、社会民主党副党首などを歴任。離党後もアムネスティ議員連盟事務局長を務めた。2009年10月16日、法務省にて、ジョン・ルースラ各国大使と1997年1月に、 社民党を離党、民主党に入党する。社会党時代から続く、神奈川県の自治労や、連合の支持を引き続け受け、複数回当選を果たす。民主党、新緑風会副会長、党候補委員長を歴任。民主党の次の内閣では、男女共同三角人権総務大臣、法務大臣を歴任し、2007年8月、党総務委員長に就任。 2004年10月4日、参議院本会議で代表質問に立ち、内閣総理大臣、小泉純一郎の所信表明演説について、残念ながら我が国が置かれている状況への危機感を感じさせるご自身の言葉や説得力ある内容は、微人もなかったと批判した。2009年9月16日発足の鳩山、幸夫内閣にて、法務大臣に就任。 女性の放送資格者の法務大臣就任は初。くしくも前任の法務大臣である森英介は高校時代の同級生であった。死刑廃止を推進する議員連盟に所属する議員が死刑執行命令を出す法務大臣に就任したことで法と持論の間で死刑制度をどう考えていくか注目されていたが、同月29日に同議員連盟を外れる意向を示した。 また、法務大臣による、検事総長への指揮権については、慎重にしなければならないが、検察の行き過ぎがあれば指揮権の発動は、制度としては認められていると述べ、歴代法務大臣より踏み込んだ考えを示した。なお、千葉は、第2次、小泉改造内閣について、今般の閣僚、党三役の顔ぶれを見る限り、民間人の登用はゼロ、女性閣僚もたった二人、 大変失礼ではありますが、新鮮味のない顔ぶれでしたと批判していたが、自身が法務大臣に起用された鳩山内閣も民間人の登用がなく、女性閣僚が自身を含む二人という構成となった。また、自身が留任した菅内閣でも民間人の登用はなく、女性閣僚も自身を含んで二人に止まった。また、内閣総理大臣臨時代理予定者5位に指定された。 内閣総理大臣臨時代理予定者に参議院議員が指定されるのは2000年の第一次森内閣の青木めきお以来であり自動的に1位か2位に指定される内閣官房長官以外では初めてであった2010年6月8日発足の菅内閣で法務大臣に再任同年7月11日に投開票が行われた第22回参議院議員通常選挙に 現職の大臣として望むが落選した。現職閣僚の落選は2000年の第42回衆議院議員総選挙での第1次森内閣の玉沢徳一郎農相と深谷隆通産賞以来10年ぶりだった。首相の菅直人は民間人として引き続き閣僚に止めたことから野党だった自民党や産経新聞から選挙で示された民意を無視しているとの批判も浴びた。 政治学者の高瀬淳一は民間人の閣僚起用は政治家以外の知恵を生かすためだ。落選議員を大臣で救済するのは論外と指摘している。内閣総理大臣臨時代理予定者に民間人が指定されるケースは2000年6月から7月の深谷隆以来二人目。落選後に開会された第175回国会において民間人閣僚として 予算委員会に出席した。現職閣僚として国政選挙で落選した政治家が離任しないまま閣僚として国会開会中の常任委員会に出席したのは初めてである。落選から68日後の2010年9月17日に官会増内閣発足に伴って退任し、選挙に落選して国会議員資格を失った。 民間人閣僚としては49日間在任した。国政選挙で落選した閣僚が職務を続けた。それまでの最長記録である第4次、吉田内閣の林や亀次郎を大幅に更新した。2010年7月24日に2人の死刑囚に対する死刑執行を命令した。その後、7月28日に千葉の命令に基づいて死刑が執行された。 民主党政権として初めて死刑の命令だった。その際、死刑執行に立ち会ったことを記者会見で明らかにする。なお、執行命令書に署名を行った24日の時点では落選は確定していたが、まだ参院議員の任期中であった。法務大臣退任後に大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件が起きたことに関して公認の法務大臣である。 柳田みによって、検察のあり方検討会議座長に選任された。これに対し日本弁護士連合会は、座長の千葉は、問題となった障害者、団体向け割引郵便制度悪用事件の、後半時の法務大臣であったため、第三者制が確保されるかどうかについて、重大な懸念があるとの宇都宮検事会長名の声明を出した。かねてから、死刑制度に批判的な立場であり、 鳩山内閣の法務大臣に就任する直前まで死刑廃止を推進する議員連盟に所属活動していた。法務大臣就任後の記者会見で法務大臣の権限である死刑執行の承認許可を出すかと問われた際慎重に検討したいとして明言を避けたが2010年2月24日の法務委員会にて死刑制度がなくなることが好ましいと死刑制度には 強い反対の姿勢を表明した。こうした姿勢に在任中に13人の死刑囚の死刑執行を命令した元法務大臣の鳩山邦夫は職務怠慢などという軽いものではなくて違法状態の放置だ。法治国家の法務大臣としてあり得ない。憲法に照らし合わせても不適格だ。任命責任菅さんも死刑反対なんでしょうと批判した。 三経新聞も、社説、主張にて、死刑執行の署名など報相としてなすべきことをしない、人物が適任者とは言えないと批判した。しかし、その後、同義連を脱退をし、2010年7月28日に死刑囚二人の刑執行を行い、自ら死刑執行に立ち会った。かつて所属していた同義連は、死刑は国家による殺人行為と強く抗議し、 千葉との面会を求めたが拒否された。同議連の会長である、亀井静香は、死刑をすべきではないという信念を持っていた、報章なので、考え方を変えるのなら、国民に説明しないと都市長の変遷を批判。社民党党首の福島みずほは、政府内で、大きな議論もなく、死刑が執行されたことは本当に残念だ。結局、 自民党時代の政治と何も変わっていないと死刑制度に対する議論を行っていないことに対する批判を展開させた。一方、当時野党だった自民党などは議員在職中には死刑を執行せず落選後の国民の支持を失った法相が死刑執行をしたことについて批判した。ただし執行署名は参議院議員としての任期満了日の前日の7月24日だったとされる。 千葉は大臣の就任当初から執行しませんと言って終われるのか、それでいいのかと思っており、また執行しないことが形状公開など他の課題を進めることへの妨げになると考え、批判は覚悟の上で決断した。2010年1月頃から執行に向けて準備を進め、執行当日は形式的には厳粛な形だが、ああいう非人間的で無機質な死に方。 命の絶たれ方には非常に違和感を覚えたとされる。なお、千葉はかつて杉浦政権が2005年に法務大臣に就任した際の自分の信念として死刑執行命令書にサインしないという発言を撤回したことについて死刑制度に疑問をお持ちであれば死刑制度廃止に向けた姿勢を貫くべきではなかったのでしょうかと国会で 杉浦大臣の一貫性の欠如を批判していた。そして2010年8月27日には初めて死刑執行をしている東京拘置所の形状の一部を報道機関に部分的に公開した。公開を決断した理由の一つに裁判員裁判を挙げ判決に関わる裁判員だけが悩むのではなく国民的な議論が必要と述べている。また、 法務大臣として初めてと見られる死刑執行場面の立ち会いについては、執行についての明確な責任者、国家権力として少なくとも最終判断者が状況を知らないのは無責任であり、違和感を覚えていた。そのため、執行を決断した場合には立ち会わねばならないと考えていたことを理由に挙げている。このことは海外のメディアなどでも取り上げられた。 2009年4月24日、選択的夫婦別姓制度の導入を柱とする民法の一部を改正する法律案の筆頭発議者となる。2009年9月29日、法省就任時のインタビューにおいて法制審の答申があったのに、この間実現しなかったことの方が異常という感じがする。答申に基づいた法案をできるだけ早い時期に国会に提案できるように、 進めたいと述べ、法案成立への意欲を示した。2007年2月15日、参議院厚生労働委員会で、安倍首相が今国会の施政方針演説で、子供は国の宝と述べたことについて、子供は経済や年金のために生まれるのでない。子供は国のために生まれるという発想があるのではないかと批判した。ただし、自身が所属する民主党の のの内閣厚生労働部門民主党の政策提言に子どもは国の宝と挙げられており、また2006年4月に民主党が提出した小児医療提供体制の確保等のために緊急に構えずべき施策の推進に関する法律にも同じ言葉が使われている。さらに民主党議員の小児和子も2006年4月6日衆議院本会議において子供は 国の宝と述べているが、千葉がこれらに対して批判したという事実はない。日本の入管法5条4号は、日本への上陸拒否自由として、日本国または日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁錮またはこれらに相当する刑に、処せられたことのあるものを掲げている。1987年の大韓航空機爆破事件の実行犯の一人である。 金券機は日本の偽造パスポートを使用、行使し、テロを実行、完遂している。そのため、日本の公文書偽造罪、旅券法違反にあたるほか、韓国において死刑判決を受けており、この上陸拒否自由に該当する。しかも、日本国外に行ったために、刑法の規定により、控訴事項は停止したままである。2010年7月20日、 拉致被害者の田口八重子に関する情報を北朝鮮の工作員であった金から聞き出すという名目で金が来日する際に上陸の可否が問題となった。千葉は入管法5条4号の例外を認める入管法5条の2を根拠に金の入国を認めたが有力な情報は得られてない。ありがとうございます。